久しぶりに、高尾山やってきました。今時刻午後の、1時回ってもう2時近いところですかね。午前中雨降ってて、午後ねちょっとね晴れ間が出てきたんで、今日は、サクッとちょっとね高尾山登って、来ようと思います。高尾山も来るたんびに様子が変わっていくような気がします。あ、なんだろう、今日は結構ねお店閉まってますね。まあ、こんな天気なので人も少ないですね。さて今日はですね、この稲荷山尾根コースを登っていこうと思います。注意する点は特になさそうですね。はい、じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ稲荷山コース登っていきたいと思います。さて今日はこの稲荷山コースを通って山頂へ直接登っていこうと思います。カメラは今録画をしている GoPro しか持ってきてないので、もうサクサクと歩いて行けると思います。でもさすが雨上がり、まあ、気温は低い、涼しいんですけども蒸しますね。さあ頑張っていきましょう。もうこの耳の音で虫がブンブン飛んでます。まあこの時期は虫はしょうがないんですけどね、なぜか耳元でブーンブーンって来てます。登山道脇に靴のソールが落ちてますね。やっぱり山の中でこうなっちゃうのがあるんですね。やっぱりね靴の点検はちゃんとしとかないと、山でこうなると大変ですからね。はい、もう片一歩出てきましたね。この方は両方取れちゃったんですね。はい、稲荷山山頂到着です。この間まで、知らなかったんですけども、この、休憩所があるこの丸い、ところなんですけども、ここが、稲荷山の山頂だったっていうのを最近知りました。だいぶ登ってきたんで、休憩していこうと思います。水分補給ですね。木漏れ日が、あ、いいですね。綺麗だな。根っこがすごい。6号路の分岐に来たんですかね。あ、今日はこうベンチが置かれてるけども、ベンチびっちょりですね。ちょっとびっくりですね。通行止めになってたと思ったら、この木道を、整備してたんですね。さっきの6号路の分岐からずっと木道が、引かれてますね。うわ、すげえ手入れされてる。歩くのはね、すっごい楽ですけどもね。
どうなのかな、こうやって整備してくれたのはありがたいですけどもね。富士山見えてる。じゃあ小仏城山の方へ向かいます。はい、じゃあこれより奥高尾、あ、看板ここなくなりましたね。看板あったのにな、奥高尾入口って。じゃあ、どこまで行こうかな。はい、一番低いとこまで降りてきましたね。ここから一丁平経て、小仏城山の方へ向かいます。あ、この辺少し、ちょっとぬかるんでるところが出てきたかな。まあ、ね、転ばないようにだけ気をつけていきましょう。はい、いつの間にか、一丁平の森来ましたね。今日は誰もいないや。ここもね、よく撮影のポイントとしてそのね、東屋をちょっと入れて撮影するとね、今もちょっとね、これ緑がうまく入っていい感じのこう、東屋の風景って感じが撮れるんですけどもね。今日はカメラを持ってきてないので、こうスタスタと、フットワークよく歩いていけます。丹沢も見えてるな。あれは見えるのが大山ですかね。一丁平園地展望デッキっていうことみたいです。あ、富士山そこですね。あ、日向は暑い。日陰に行こう。もう指咲いてるけど、あ、もうだいぶ今日の新聞にも出てたんですけどもね、今このナラガレって、昆虫に木を、あ、これもそうですね、こんな感じで、木に穴を開けられて中が、おがぐずみたいになってきて水を吸い上げられなくなって、枯れてしまう木が、結構ねあっちこっちで目立ってきてるみたいですね。ちょっと名前忘れちゃったけれども、ちっちゃい昆虫がこう幹で、これ新しいまだ若い木には、くっつかないんですけどもね、太い木に、ついて、枯れてしまうみたいですね。今日の新聞に出てました。どうしないろいろ対策はしてるみたいですけども、なかなかこれっていう対策ができないみたいです。小仏城山最後の登りです。あと 100m。ついた。はい、小仏城山山頂到着。ああ、もう夏空が戻ってきてます。うわ、また汗が吹き出てきました。展望もいいですね。都心が見えてきてる。今有名な、かき氷があるんですけれども、今日はやってないですね。こんな感じのかき氷があるみたいです。ちょっとね暑いんですけども、暑い
コーヒーを飲もうと思います。暑い時に暑いところで熱いコーヒーを飲むってあー暑いあー美味しい。コボトケ峠の方へ向かって下っていきたいと思います。ちょうどね4時になったとこです。でも今日はこんなもう4時過ぎたんですけどもね、もともと雨降ってた日だったんで歩く方が少ないんで本当に、すれ違う方も今日は数名ですねやっぱり高尾山もやっぱりこういう、その時の条件によってねこんだけ、静かに歩けるタイミングがあるっていうことを改めて認識しますね。結構ね今日は本当に雨降ってる時よりひょっとしたら人少ないのかもしれないです。はい、小仏峠でここもね、こっち行くと相模湖の方に、下れる旧甲州街道になるんですね。こっちがここがでここに、明治天皇が、休憩したっていう石碑が立ってます。はい、小仏峠から、影信山の方へちょっとね寄ってみようと思ってまた登り返してます。はあ、でもちょうどいい時間になるかもしれないな。今まだ4時20分ってとこですね。2時半、5時には、下り始めたいかな、はい、あとこれを一登りすれば影信山頂ですね。あと 200m。 お、着いた着いた。山頂はねこの上なんですけどね、ちょっと息を整えてから行きましょうか。まず展望、この展望を、あ、来ましたね。あ、疲れた。気持ちいい、風が気持ちいいや、涼しいです。それではちょっとね、山頂の方へ向かってみます。ここもね、茶屋の間を通って、山頂に行くような感じです。はい、影信山山頂到着しました。関東平野ですかね、結構奥まで都心の方まで見えてきましたね。うっすら見えてます。今日持ってきてるカメラ GoPro だけなんですけどもね、 GoPro とスマホだけなんですけども、GoPro、ちょっとねこのだいぶね今ここ場所暗くなってるんで、GoPro だと映像がまたちょっと乱れてるかもしれないですねその辺はちょっとね、足からずってところで申し訳ないです。はい、分岐に着きましたね。あ、早いや
あ、でも10分ぐらい下ったとこですね。ここから、これまっすぐ行くと、小毛沢の林道の方へ降りるコースです。でこれがこう左行く、あ、右行くと、小仏のバス停の方へ下る道です。だいぶやっぱりね、こうやって東側の斜面なんで、もう西に日が傾き始めてるんで、日が届かないんで、だいぶ暗くなってきましたね。でもね、まだ全然、周りが明るいんで、ライトはまだ大丈夫ですね。あ、ここに書いてありますね、林道通行止めのためっていうことで通行止めになってますっていうことですね。まあ通れることは通れるんですけども、まあね、一応今回は、小仏のバス停の方へ下ります。じゃあ下っていきましょうか。最後の下りです。はい、今小仏の林道に、着きましたね。上から、40分ぐらいで、降りてこれました。やっぱりね、下を降りてくるとまだ明るいんですけども、森の中はだいぶ暗かったですね。でもね、ライトを使うほどではなかったんですけども、少し暗かったです。はい、今、もうちょっとでね、バス停に着くんですけれども、今日はね、こんな感じで、GoPro、なんていうの、ショルダークリップっていうんですかね、これ挟んでるだけなんですけれども、これで、撮ってきたんで、いつもの、ね、映像とちょっとね違うかもしれないんですけども、今日はこんな感じで、荷物軽くして、撮影してみました。で今撮ってるカメラなんですけどね、これはスマホで今撮ってるんで、今日は最後の映像がスマホの映像で終わりになるかな。ではね、今回の、撮影はこれで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた、さよなら。はい、バス停到着で、高尾行きが、これですね、40分になります。30分ちょっと待つようです。